ろしくお願いします。大きく2点お伺いいたします。一部保証が発行されないものというのが、まあ、あの支払い証明、当選された平成11年度12年度に関しても同様の行為を行っていた。じゃあ俺が立候補してこの世の中をこの世の中をこの世の中を変えたい、その一心で一生懸命訴えて、西宮の縁もゆかりもない西宮市民の皆様に選出されてやっと議員になったんですが。